この地震により、歩行駅の天井の一部が崩落した歩行地震は、2017年11月15日14時29分に、大韓民国継承北道歩行式宅を、信号として発生した地震である。地震の規模は、リヒターマグニチュードモーメントマグニチュードともに5.4、で、韓国国内で発生した地震としては、前年に発生した京州地震と並び、 観測史上最大級の地震である。本震の発生時刻は14時29分31秒で、震央は、歩行式宅境界有の北東、約2トル震源の深さは、約9トル最大メルカリ震度は6と推定されている。なお、震央の位置は、慶州地震から北北東に約4 0トルの位置である。地震は、 京商北道だけでなく、ソウル特別市をはじめとして、関温度、京商南道、中西北道、全羅北道など韓国の広範囲で観測された。日本の九州北部や山口県でも揺れを観測し、津島市で最大震度2を観測した。この本震の7分前に、ミリリットル2.2とミリリットル2.6の地震が発生していた。 2018年2月11日午前5時3分、同じく歩行市北西部でマグニチュード4.6の地震が発生した。この地震の余震であるとみなされる。崩れた外壁は駐車車両に落下し、車は大破した。震源地の歩行市にて撮影。15日夜までに軽症北道内で39人が負傷した。KTX の発着する歩行駅の天井の一部が、 崩落し、歩行市内には約10カ所の小規模火災が発生した。19日午前5時時点で2000棟を超える家屋に被害が出ていると中央災害安全対策本部は報告している。うち1800件弱の報告は屋根への損傷であるが、52件で全壊157件で深刻な損傷があるとされる。公共施設では200を超える。 小中高の学校や80近くの観光庁、23の港湾でも何らかの被害が報告されている。地震発生翌日の11月16日には大学修学能力試験が予定されていたが、韓国教育部は全国で延期を発表し、1週間遅れた11月23日に実施された。また18日に愛用市総合運動場サッカー場で開催予定だった。 2017地やアップフォーユーも12月に延期された。地震発生後、自宅に戻れなくなった1000人ほどの被災者は、市内の境界室内退位区間をはじめと、ポスコ州レインなどの避難所に入所。避難者は、その後、新たに確保した住居や韓国土地住宅公社の住宅に転居していった。しかしながら、地震発生一年経過した時点でもなお四百人ほどが、 様々な理由を抱えて、教会室内体育館内に張られたテントに居住を続けている。2年以上が経過した2019年12月時点でも、体育館にテントを張った状態で、被災者96世帯が生活を続けている。政府の研究調査団は2019年3月、歩行地熱発電所の稼働が地震を誘発したとする調査結果を発表。これを受けて、 産業通商資源部は発電所の運用中止を決定した。ありがとうございます。